モンペリエ大学は、奥下に地域圏、エロー県モンペリエに本部を置くフランスの公立大学である。1896年に設置された。フランスの大学としては屈指の歴史を誇り、特に医学部はヨーロッパ最古の歴史、法学部も長大な歴史を有する。1970年に、モンペリエ第1大学、モンペリエ第21大学、モンペリエ第3大学に分割されたが、 2015年に第3大学以外の第1大学と第2大学は再統合されモンペリエ大学として再考された。大学としての正式な創設はローマ教皇ニコラウス4世による大直書が出た1289年のことである。これはパリ大学、トゥールーズ大学に次いでフランスで3番目に古い設置である。加えてボローニャ大学、オックスブリッジ、 サラマンカ大学等と共に12から13世紀に設立されたヨーロッパ最古の中世大学にあたる。ただし、それに先立ってモンペリエには前身となる学校が存在していた。1970年にモンペリエ第一大学、モンペリエ第二十一大学、モンペリエ第三大学に分割されたが、2015年に第三大学以外の第一大学と第二大学は、 再統合され、モンペリエ大学として再考された。ありがとうございます。